よいしょ。デビュー当時はずっとジャズマスターだったよ。2年。セカンドアルバム、ファーストセカンドはほとんどジャズマスターだよ。持ってるよ、フェンダー。ビーストっていうね、あの62年モデルのギターがあるんですよ、ストラトキャスター。あれを20年以上前なんですけどね、買って、今でもたまに弾きますよ。曲によってね、あのこの、いわゆるこのハーフトーンっていう、このトーンがあるでしょ。これが必要な曲っていうのがあるわけですよ。そういう時はもうパッて。粒立ちがいいね。まあシングルコイルのやっぱいい部分だし、まあ特にストラトキャスターはいいね。テレキャスタイプはよく使うんですけど、やっぱこのコードのなんだろうね、この一つ一つの粒の揃え方はやっぱりストラトキャスターナンバーワンだね。でもやっぱこれはこれでいいね。セッティング次第でまあ別にさっきのに近づけることはできるけど、あ、いいね、いいね。これが一番好きです。フェンダーの一番いいところってやっぱりなんだろう、完璧なんですよ。あのピッチだったりバランスだったりストレスがないよね。それのなんかこう究極な感じがするね、うん、だなんかすごいすんなりこう入っていけるっていうのかな。ネックも好みだね、薄くて。レコーディングとかいろいろ試しますけどね。この間の一番新しいアルバムも1曲ジャズマスターでやってるし、やっぱりリッケンバッカーじゃなきゃいけない曲があるように、フェンダーの音はやっぱフェンダーしか出ないからね、うん、もう僕らの場合はもういろんな場所で演奏しなきゃならない機会っていうのがあるじゃないですか。そうした時に、例えばだけどさ、自分のアンプをいつも持ってくるとは限らない、ね、例えば地方のライブハウスにポンと行った時に今日これしかないですよって、なんかなんだこれみたいなアンプが出てくる可能性もあるんだよね。そういう時にさっき あの選んだギターだと、なんだろうね、すごく対応してくれるようなこうバランスの良さ、出来の良さ、楽器としてのね、その素晴らしいポテンシャルを感じたね。でも本当に選んだ一本はね、本当に頼れるね。フェンダーが一番出さなきゃいけない、俺が出さなきゃいけないと思ってるようなそのバランスだったりコード感だったりね、その高い方の細い音でもこう綺麗に伸びるみたいな、そういうのが全部完璧でしたね。そこにも逆にだから最新を感じたけどね。俺は頼りになる、どんなとこでもなんだろう、いい演奏に限りだけ寄せてくれるギターな気がしましたね。